生に1回ぐらい生き見たって、はい、なるほど。だってわざわざ福岡から雪が見てて来る人もいなかった。
面白いな。普段の補足みたいなのじゃん。でもああいうところでここがないかとか結果がないかっていうのを見るとー
なんか雪やっぱりなと、あのグレーダーでもすれ違うから、あ大型車とすれ違うから、はいはいはい、やっとの状況になるんですね。これでちょっと今大成さんの貨物がいるわけですよ。あれ、日内地区では雪庇ですね。ああ、この前も上がってみてもらったと思う。雪庇にまだ全然なってないですよ。まあ、多少は出てますけども、風がねえなんでしょうね。まあ量も少ない雪の。今、鉄塔はあります。鉄塔はこれで、はい、あの今車止めてるのがこのタイプですね、はい、これで、あの横にプローク面では、はい、あ、予防柵ここあるんですよ。これ最初ね、あれは多分あの、なんていうかな、階段校の乗る部分が見えてると思うんですよ。あれ階段校なんですか。階段校、あそこは全部高いな。うん、なんかその階段校が例えば形状がなくなってきて、うん、まあ今フラットになってますけども、うん、でも下が効くと思うんで、うん、あの今横にクラックが入ってるのはあれ階段校なんですよ。あの防雪施設 の、 あの写真にもありましたよね、階段校で、はい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 、あれがあの斜面です。あ、はいはいはい、下に予防柵があって、はい、ここで1段目はもう1段本体上あるんですけども、うん、それは今完全に待ってますね、雪の中でっかいあの穴っていうかクラックみたいなのがあるとこと、うん、左下にもなんか、うん、あのあ、ね、どうしても階段校の勾配代わりでなってますけど、うん、あれは左側は全部階段校です。構造物はないです。これが
結構モコモコってなるとモコモコとなったり、今はまだ変化は出てないですけども、うん、こういうふうに前走の材的にクラックが入ってくると、うん、これもう雪の移動によるクラックなんですよ。階段工じゃなくてこういうふうに、うん、こういう感じなんです、うん、それでこれが吹き溜まりが起きたりとか、うん、まあ今降ったりやんだりの周期が短くて、ザー触んなかこれは防護柵です。あの道路足の、水出しの、はい、一交代くらい。外上がろうか。